開会いたします。本日は県民、他県職員のほか、民間企業や県外自治体の皆様、また一般県民の皆様にもご出席をいただいております。なお、今回は新たな試みといたしまして、これから事例発表を行う各部門対象の取り組みを対象に、外部から出席いただいた皆様の投票により、特別賞として会場奨励賞を決定することといたしております。それではまず、この運動の概要をご説明いたします。お手元の資料の1ページをご覧ください。この運動は平成10年度から取り組みを始め、今年度で15年目となりました。今年度は全体で1万5000件の改革改善が行われ、そのうち優秀な事例や多数の改善に取り組んだ計108諸国が年間表彰を受賞しております。次に2ページをご覧ください。表彰事例の選定経緯をご説明いたします。1の県民サービス向上から、4の仕事の進め方の見直し、IT 活用までの4部門は、各部局からの推薦、また5みんなで取り組みと6規制緩和の2部門は行政改革化による事前審査を行いまして、これらを経たものから4名の学士審査をいただき、各部門対象を決定いたしました。また7の予算節減努力部門から10の省エネルギー節電対部門は、その右に記載された4所属の審査により対象を決定しております。各部門の受賞所属につきましては、4ページから6ページに、また地域から買える奨励賞として多数の改革改善に取り組んだ網田賞の受賞所属を7ページに記載してございます。受賞事例の紹介は42ページから69ページに記載しておきますので、後ほどご覧願います。それでは各部門大賞受賞所属による事例発表に移ります。事例発表に先立ちまして、審査員をご紹介いたします。まず月間優秀事例に対するコメントをはじめ、一人一改革運動の推進にご協力をいただいている学士記者の中から、静岡大学の日詰教授でございます。次に行財政改革推進委員会の委員で民間企業経営者の中から、株式会社アルモニコスの秋山代表取締役でございます。秋山です。よろしくお願いします。次に QC サークル静岡地区の世話人で元豊田自動車株式会社東富士研究所の白井様でございます。それから県総合広報アドバイザーの姫井様、最後に川勝知事どうも県民の皆様、ご参加いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。以上の5人の皆様に審査員を務めていただきます。よろしくお願いいたします。審査の方法ですが、審査員は1事例5点満点で、着眼・発想に優れているもの、改革に向けて積極に取り組んでいる、または働きかけをしているもの、取り組みの効果が大きい、または汎用性があるもの、PDCA により取り組みが展開しているものといった4つの視点で評価をしていただき、合計点数の高いものから最優秀賞、優秀賞、優良賞を決定いたします。それでは最優秀賞を目指して各部門の対象に発表をしていただきます。最初は県民サービス向上対象です。経営管理部税務課、企画広報部電子検証課、水道局会計指導課の県公金の収納確認期間短縮による県民サービス向上とコスト削減です。発表資料は冊子の8ページです。それではよろしくお願いします。
は政務課、電子検証課、会計指導課、三課共同の取り組みでした。本日は三課を代表しまして会計指導課、斉藤が発表いたします。県政など銀行の窓口に納付した場合、清水銀行や鶴ヶ銀行では収納データをパソコン入力していたため、収納情報が県に届くまで7営業日程度かかっていました。また銀行ではデータ作成に人手が多くかかっていました。そのため次のような問題が発生していました。銀行では収納データ作成や県からの納付確認の照会が負担となっていました。県では行き違いによる督促や不要な差し押さえをしてしまったり、納税証明書は収納が確認できるまで発行できないため県民サービス低下を招いていました。このような問題を解消するため平成20年から銀行と協議を開始し、改善を実現いたしました。銀行は既存の画像読み取り装置を活用し、県はシステムの改修で収納データをできる限り画像読み取りできるようにしました。この結果、県で収納が確認できる期間が2から3営業日短縮することができ、県民サービスが向上されるとともに銀行においても内部事務処理が簡素化できました。また県においては不要な督促が減り、事務コストが削減できるとともに、違いによるトラブルの減少など業務の効率化ができました。また銀行においても収納データを画像読み取りすることにより事務コスト削減となりました。これらの改善は銀行に協力をいただくとともに、会計指導課、税務課、電子検証課それぞれが知恵を出し合い、協力し合いながら実現することができました。今後も各課と協力し合いながら、業務改善、県民サービス向上に努めていきたいと思います。以上で発表を終わりにいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。次に安全安心危機管理対象です。交通基盤部土木防災課技術管理課の国土地理院との協定締結による防災力の向上と業務の効率化です。それではお願いします。それでは土木防災課福田が説明いたします。国土地理院は、東日本大震災でですね、まずこの被災の翌日3月12日に、東北全域の航空写真を撮影しておりまして、その翌日に自衛隊経由でハードディスクで現地に提供しております。で、東北の研究機関ですとか大学、行政機関がそれらの情報をもとに浸水区域や倒壊家屋の情報を集め、被害の全容把握が進んでいきました。私は3月19日に県の先遣隊として現地に岩手県庁に入りまして、その災害本部にこの国土地理院課の情報が山積みになっているという状況を見て、非常にこれはすごいことだと感じまして、先遣隊の報告書に記載をしておりました。その後、
技術管理課が旧版地図を買いたいと国土地理に申し出たところ、協定締結の提案がありまして、それでは防災も絡めてということで協定締結に至った次第でございます。協定締結は4月19日、防災目的で国土地理との協定は全国初でございます。静岡モデルの取り組みを進めようと思いまして、急いで協定締結を進めました。協定については、この国土地理が持つ様々な情報と県が持つ情報を相互に無償で提供しましょう。災害時は国土地理が協力します。日頃からの技術支援も国土地理が行いますという内容になっております。協定に基づきまして、まず防災力の向上として、8月の総合防災訓練では国土地理と共同で行っております。実際に国土地理からの航空写真の提供を行っていただきまして、電子メールで送っていただいた場合、賞味2時間、これが非常にダウンロードに時間がかかるですとか、回線不通時はどうするのかという問題があるということで、現在改善を進めております。次です。大震災後に過去からの土地の成り立ちというのが非常に注目されておりますが、画面は草薙です。大正時代の地図には長崎池という池があるようですが、現在は住宅地です。国土地理院から地図を無償でいただきまして、静岡県全域でこのような情報を公開しております。また日頃からの活用として、全庁的にアイデアを募りまして、国土地理院がコンシェルジュになっていただいて、さまざまな情報の相談を受け付けております。その活用事例をいくつか相談いたし、紹介いたします。まず第4次地震被害想定の策定基礎資料ですけれども、さまざまな情報が必要で、どこから入手していいかもわからないようなものを国土地理院が一元的に提供していただきまして、時間的にも1ヶ月短縮することができております。また建築確認に必要な位置指定道路地図の作成ですけれども、これには航空写真が必要なんですが、それを無償でいただくということでコストの削減、さらに迅速にいただくことができて1ヶ月の時間短縮ができております。次です。海岸堤防の地図ですが、航空写真では高さや形がよく分かりません。国土地理院が所有する2メートルメッシュの細かい標高データからこのような図を作りました。堤防の高さや低いところ、配合値が低いところ、こういった様子がよく分かります。これは国土地理院が持つ精細なデータがあったからできたというような地図になります。次です。県立中央図書館の所蔵ですけれども、 GHQ が昭和20年に撮影した航空写真、これを国土地理院からいただきまして、所蔵資料の保管ということでいただきました。次です。新東名ですが、国土地理院の持つ飛行機の試験飛行に合わせて新東名全線の航空写真を撮影していただいて提供していただいております。これはスマートインターチェンジの計画ですとか、内陸フロンティアの取り組みに活用できると思っております。これらは他約10件の取り組みを行いまして、全部で4100万円の削減と、時間的には2ヶ月の短縮ができました。協定締結のニュースは全国ネットでも報道されまして、広報効果として2300万円に換算できました。また全国から問い合わせが殺到しておりまして、国土地理院からも大変感謝されております。来年度以降も静岡モデルの確立を目指して、国土地理院を地図の図書館として気軽に使って、防災と減災、職員の防災力アップに役立てていきます。情報は揃っております。皆さんのアイデアをいただきながら、ぜひ活用を進めていきたいと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。次に見える化情報発信対象です。東部健康福祉センター廃棄物課の民間委託による不法投棄パトロールの効果的運用です。それではお願いします。東部健康福祉センター廃棄物課の小沢と申します。民間委託による不法投棄パトロールの効果的運用について発表します。
近年不法投棄件数は増加傾向にありますが、その投棄量は減少しているため投棄件数の縮減が大きな目標となっています。特に富士山6地域は6割を占めています。さまざまな対策をする中で民間委託パトロールに着目し、限られた日数の中で効果的な運用を目指して改革を行いました。民間委託パトロールは不法投棄監視 パトロール中と表示した車両にて年間延べ500日以上実施しているため、単に不法投棄を早期発見拡大防止するだけではなく抑止効果も期待できます。改革前の実施内容は監視場所は市町全域といった広範囲のものであり、実施日数についても市町均等で不法投棄状況を加味しない後手の対応となっておりました。そこで次の通り改革を行いました。まず不法投棄されやすい場所の把握を行いました。電子マップに不法投棄場所をプロットして不法投棄マップを作成、不法投棄場所の可視化を行いました。さらに不法投棄多発地域とともに富士山世界文化遺産申請以降は新たに関連地域を追加して重点監視を行いました。これが管内14市町の不法投棄マップになります。特に富士山麓地域は不法投棄が多い地域になっております。世界遺産関連地域はこのように広範囲であるため、監視場所を細分化するとともに世界遺産地域に隣接する他地域についても重点監視範囲を定めました。続いて不法投棄の発見状況を分析して、市町別ウェイトを算出、リスク評価に応じて市町別年間監視日数を決定しました。さらにこの実施内容を市町に情報提供してパトロール業務の連携を図りました。パトロールの効果的運用の結果、富士山の環境保全意識の醸成もあって富士山麓地域における産業廃棄物不法投棄件数は前年同期で3割減少し、その投棄量も6割減少することができました。またこのマップ構築による不法投棄地域の可視化により、日常監視に合わせた効率的監視ができるようになりました。さらに過去の不法投棄場所との比較が迅速に行えるようになり、加えてネットワークで構築された電子マップを利用したことで県庁、デザイン機関との情報共有も可能となりました。今後この不法投棄マップを利用して地理的特徴の分析を行い、不法投棄が予想される場所の未然防止を図っていきたいと思います。さらにこのマップを情報発信共有化することで県民と一丸となった監視活動を強化させていきたいと思っております。以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。次に仕事の進め方の見直し、 IT 活用対象です。交通基盤部農地計画課の登記書の地図作成に用地測量成果を活用です。それではお願いします。農地局農地計画課の、上沼です。登記書の地図作成に、用地測量の成果を活用する取り組みについて発表いたします。現在登記書にある構図農具は明治時代に作成された不正確なものです。このため市町が地籍調査を行い、不正確な構図をこのように正確な登記書備え付け地図に更新する事業を行っております。この登記書備え付け地図があると土地取引の円滑化、課税の適正化などさまざまなメリットがありますが、今最も注目を集めているのがこのように現状がわからなくなるほどの災害を受けても土地境界の復元が迅速に行えることです。しかしながら静岡県の地籍調査の進捗状況は 23% と全国平均の 50% に比べ低い状況にあります。この地図の色がついていない箇所が今後地籍調査を行う必要があるところになります。
そのように本件の地籍調査は遅れているため、その進捗を図る必要があります。ここで地籍調査の流れを説明します。まず登記簿構図の調査、土地所有者の立ち会い、境界面積の測量、図面作成を行います。この図面が登記所に送付されると登記所備え付け地図となります。ところでこの図面作成までの流れですが、公共事業の用地測量と同じです。地籍調査との違いは図面が登記所備え付け地図と、なるかどうかであることから、用地測量図を修正することにより登記所備え付け地図にすることができないかと考え、今回の取り組みを行いました。それでは修正の内容について説明します。これまで、用地測量図はこのように道路の線形により配置を決定していましたので、図面の方向がそれぞれ異なるように作成されていました。登記所備え付け地図にするにはこの配置を修正する必要があります。どのように修正するかですが、このように図面の上が北になるように方位を揃えるなど登記所の規格に修正しました。この修正を行った後に国に地籍調査と同等以上に正確であることを承認してもらい、修正した用地測量図を登記所に送付することで登記所備え付け地図とすることができました。今回の取り組みにより地籍調査を実施する場合に比べコストを9割、期間を7割縮減することができました。この取り組みについては用地測量を実施する公共事業全てで応用が可能であり、農地局としては県庁内、市町等との連携を強化することで東海地震等の災害に備えたいと考えております。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。次にみんなで取り組み対象です。中部健康福祉センター健康増進課の富士の国食の都づくりと連携協働した食育の推進、ウィンウィンの関係を視野に入れた連携協働事業の展開です。それではお願いします。中部健康福祉センター健康増進課の藤波雅子です。よろしくお願いします。本年度志田灰原農林事務所と共催で地場産物を切り口に健康づくりにつながる楽しい食育事業、おいしい志田灰原いただきますプロジェクトをスタートしました。レシピの作成、産地見学、料理教室の実施を通じて地元野菜の販売促進と野菜を食べて健康度をアップする取り組みを一体的に推進しました。県の予算も限界がある中、地域で連携し継続した事業展開を期待し、関わる方みんながメリットを感じるウィンウィンの関係を視野に入れた仕組みを作ろうと考えました。今回は野菜の摂取量を増やすために協力いただけそうな JA さん、東海ガスさん、食の都づくり仕事人さんに野菜の販路拡大や自社 PR、 異業種交流などのメリットを示し、私たちがやりたいことだけではなく相手が望むものも考えた企画提案をしました。今年度は JA 大井川さんが PR したい野菜をテーマに産地見学と料理教室を2回開催しました。初回は地域のボランティアを対象に実施しました。
参加者には学んだことを自らの活動で広く PR していただきます。次は給食での地元野菜の利用、キャベツの販路拡大を狙い、給食施設の栄養士などを対象に実施しました。参加者のほぼ全員の事業満足度が高く、レシピをアレンジして提供したいなどの意見もあり、今後の取り組みが期待できます。今回の事業は食育を切り口に、県がナンバーワンを掲げる2つの大きなプロジェクトを部をまたいでつなぐことができました。また当センター農林事務所でも地域の場の力を発掘し、つなぎ合わせ活用することができました。事業費の面でもこの場の力に協力いただきました。事業を実施した後、協力いただいた団体は劇的な意識変化が見られました。県が関わってくれなくても自分だけでもやりますと、ちょっと寂しいような、いや力強い言葉をいただくことができました。このようにそれぞれが目的を見出し、自主的に食育に取り組むことにより、たとえ県の手を離れても将来にわたり継続性が高く、発展的な取り組みが期待できます。以上で発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。次に規制緩和対象です。健康福祉部疾病対策課の難病患者介護家族リフレッシュ事業の制度改革です。それではお願いします。疾病対策課長官の発表させていただきます。難病患者介護家族リフレッシュ事業は平成11年度に県監督の補助金として創設された事業です。事業の概要はご覧の通りですが、人工呼吸器を使用している特定疾患患者などの家族は夜間も痰の吸引など介護が必要で、睡眠も十分取ることができません。そこで自宅に看護師を派遣し、介護を代わってもらい、家族に睡眠をとっていただくために、当初は夜間に利用できる制度としてできました。ご覧いただいているグラフは近年の状況ですが、制度ができても実績がなかなか伸びず、改正をたびたび行ってきました。改正の内容は補助基準額の増額、自己負担額の軽減、土日や祝日の昼間の時間帯を追加したり、気管切開の患者を対象にするなどしてきました。しかしそれでも利用は伸びず、今年度の制度改正は患者家族や事業を実施する訪問看護ステーションの声を聞いて見直しを検討してきました。患者家族からは平日に利用したいという声があり、時間制限をなくしました。訪問看護ステーションからは補助基準額が採算に見合わないこと、土日祝日や夜間は通常営業している時間帯ではないため人の確保が難しいことが挙げられました。そこで補助基準額の見直しを、最初の2時間を診療報酬を取り込むことにより収入を増額し、県が補助する基準金額の削減をすることができました。制度改正により利用者は平日に検診を受けたり学校行事に参加ができ、患者の心配をしなくても参加ができるようになったこと、あと自己負担額が減ったことのメリットでした。訪問看護ステーションは
在宅医療が推進され業務が多忙になっていると聞きますが、平日の昼間の方が看護師の確保はしやすく対応ができるようになり、さらに採算性も向上したという意見があります。今年度の利用状況です。当初の見込みより利用実績が少ないのですが、これは新規に実施した市町が年度途中からの利用となったことも原因しています。しかし利用件数は伸びてきています。制度改正前の昨年度とは比較をしました。陽光のある市町数は21まで伸び、利用市町が3倍になりました。利用者数も8人と2倍に、利用実績は56件と3倍になっています。この伸びに比べ補助金額は約 1.5 倍の伸びにとどまらせることができています。今後は制度のない市町に制度の必要性について、また訪問看護ステーションには情報発信を行って事業実施を働きかけていきたいと考えています。対象者に対しても患者会を通じ制度の周知をし、どこの地域でも患者家族の在宅生活を支える制度にしていきたいと考えております。これで発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に予算節減努力対象です。経営管理部管財課の飲料用自動販売機の公募貸付による歳入確保です。それではお願いいたします。
これにより昨年度公募した自動販売機と合わせ平成25年度は2億2835万円余の貸付料歳入を見込んでおります。関西課では県有財産の有効活用策として未利用県有地の売却も進めておりますけれども、契約期間中に継続的安定的な歳入を確保できることから大変有意義であると考えています。今後もさらなる歳入確保に向けて公募の実施拡大に取り組んでまいります。最後になりましたが、今回の取り組みにつきましては各施設が積極的に公募を実施していただいたことがこれだけの成果につながりました。ありがとうございました。関係各課におかれましては今後も引き続き公募の実施にご理解とご協力をお願いいたします。以上でございます。ありがとうございました。次に広報グランプリ大賞です。健康福祉部健康増進課長寿政策課の広告広報です。 1.6 億円の広報、丸三角×戦略に基づく健康寿命日本一の広報です。それではお願いいたします。それでは健康寿命日本一の広報をお話しいたします。取材の枚数が多いですがポイントのみお話しいたします。丸三角バツ戦略の概要をお話しします。健康寿命日本一になりました。昨年6月に多くの県民の皆様にお知らせしてより健康寿命を伸ばしていただきたいと考えました。人、物、金がないと言わないで工夫して作り出して広報しようと思いました。またさらに健康増進課、長寿政策課、政策官の参加がトライアングルのように特徴を生かした広報物を出して取材に応じられるようにしました。これが三角の広報です。また広報する上で健康寿命日本一を県民の皆様の目に触れるよう循環する丸の広報を実施しました。今回は丸の広報を中心にお話しします。資料集です。健康寿命編が42ページ、達者度編が82ページに上る資料を作成しました。これが山陽新聞のところから、こちらの編集者から来ましたお礼文です。丸の広報でまず国が健康寿命を都道府県別に発表しました。男性2位、女性1位でした。その4日後、男女総合を県で算出しました。その後、市町村、他社度、市町村別健康寿命も発表しました。全国市の5万部にわたる情報誌におりました。これは女性自身の、8月号です。私の知っている病院では2年間保存します。ですので2年間病院でこの話題が上ります。はい、週刊ポストでもこのように記事になりました。丸の広報のその次です。毎月毎月県民の目に留まるように考えました。3月も行いましたし、これから来年度もずっとこのように目の留まるように丸の広報を続けます。新聞掲載47回、テレビ放映17回、私も全国紙のところにも顔写真で出ました。あと雑誌も10回、このような静岡県の取り組みが認められまして、去る3月6日の今年の、第1回健康寿命を伸ばそうアワードにおいて厚生労働大臣賞、労働大臣最優秀賞を受賞することができました。このような4つの柱でプロジェクトを推進して来年度もさらにぶっちぎりの健康寿命を目指し健康長寿日本一の富士の国を目指したいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。次にユニバーサルデザイン大賞です。健康福祉部長寿政策課の富士の国型福祉サービスの推進です。それではお願いいたします。それでは私たちの取り組みをご紹介します。私は長寿政策課の長倉と申します。よろしくお願いします。現在の福祉サービスは障害のある人、高齢者、子どもはそれぞれのサービスを利用しています。本県の福祉サービスの現状、課題についてですが、ご覧のとおり介護の施設に比べ障害者、子どもの施設はまだまだ少ない状況です。また社会状況の変化等により県民の皆様のニーズに十分に対応できないケースも増えてきました。この取り組みの狙いはサービス間の縦割り、つまり利用者にとってのバリアを取り払い、新しい福祉サービスを県内に広めていこうというものです。そこで私たちは静岡発の富士の国型福祉サービスを提唱しました。これは年齢や障害の有無にかかわらず、制度や窓口の垣根を越えた対応により誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせることを目指すというものです。具体的には3つの取り組みがあり、高齢者の施設で子どもや障害のある方を受け入れる地域共生型福祉サービス、子どもから高齢者、障害のある方の相談窓口を一つにしたワンストップ相談サービス、地域の絆づくりや観光の拠点になる居場所があります。皆さんはこれらの取り組みがどのような効果をもたらすと思いますか？保育所と介護施設を併設している事業所では、このおばあさんのように高齢者には笑顔、生きがいが、子どもにはお年寄りを尊敬する心が芽生えます。このような生き生きとした姿を見ることが職員のより一層のやる気の向上にもつながっています。取り組みの推進のためには県・市町の縦割りを取り払うことが不可欠です。そこで県・市町の各分野の担当が一堂に会する意見交換会を開催しました。また寄せられた意見をもとに国の構造改革特区へ提案をするなど、柔軟な連携体制の構築に努めています。県民の皆様へのさらなる周知を目的に事例集も作成しました。通常このような冊子は委託業者に取材から構成まで任せてしまうものですが、私たちも取材に同行し、さまざまな声を反映した誰にでも優しい分かりやすい事例集の作成に取り組みました。また事例集にも記載しておりますが、このように複数の課で連携して事業を推進しております。この取り組みは関心を集め、県外の行政事業所のモデルとされており、また県内でも着々と取り組みが広まっております。今後もこれまでに築いてきたつながりを生かしながら、垣根のない福祉サービスを広め、県民の皆様に満足いただけるような福祉の形を追求していきます。以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に省エネルギー節電大賞です。白灰原農林事務所家畜衛生課、失礼しました、白灰原農林事務所家畜検査課家畜衛生課の今年もやりました夏季節電対策です。それではお願いいたします。白灰原農林事務所家畜検査課川島です。節電対策について発表します。対策を実施した中部家畜保健衛生所は島田市にある職員数15名の単独庁舎です。主に家畜伝染病予防の業務を実施しています。検査機器と33台が常時通電されており、
これらの消費電力量の合計は1万5000キロワットを超えます。平成22年度の使用電力量の月ごとの推移です。ピークの9月には1万1000キロワット時と、1月で標準的な家庭の3年分を1ヶ月で使用しました。23年度の全庁的な取り組みに従い 15% 削減を目指すこととしましたが、特に夏場の対策が必要であることを再認識しました。実施した対策に移ります。電灯を含め常時通電機器の利用状況を精査し、4機8灯の使用中止と5機8灯の通常電源オフ、使用時のみ電源を入れることとしました。エアコンについてはこれまで時間を区切るのみで連続使用していましたが、23年度以降は室温や在庁人数等に応じてこまめにオンオフを行うようにしました。また住む環境向上のため、緑のカーテン、扇風機の増設、打ち水を実施しました。さらに検査業務で節電を念頭に手順を見直すなど、節電行動が日常習慣になりました。毎月の電気の検診を直ちに庁内欄 SDO による情報の共有を行いました。概要をコメントしたほか、消費電力量や節電効果を見える化し、節電対策へのモチベーション維持を図りました。改革成果です。月ごとの消費電力量は赤の22年度に対し、緑の23年、青の24年ともに一度も上回ることなく推移しました。下段の棒グラフが節電効果です。23年度は 17.5%、 24年度は 16.9% と目標の 15% をクリアできました。最後に電気料金と CO2 の排出量を22年度と比較しました。料金は23年は22万7千円、24年度は2月現在で29万8千円節約されました。また CO2 は計算上それぞれ 6.8 トンと 6.2 トン排出が削減されたことになりました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして各部門の対象事例の発表を終わります。審査員の皆様は審査会場への移動をお願いいたします。ただいまから10分間の休憩を取ります。16時15分までといたします。で、16時15分に再開をいたしますので、それまでにご着席をお願いいたします。なお民間企業や県内自治体の皆様、また県民の皆様にはスタッフが投票用紙を回収に回りますので、発表事例のうち1つに丸をつけていただき、スタッフにお渡し願います。また会場を出たところに今年度の取り組み事例を紹介するポスターを掲示しておりますので、そちらもぜひご覧ください。では休憩といたします。